皆さんこんにちは。社会民主進歩党略称進歩党代表の鈴木真嗣です。今回は我々が掲げる5大統治機構改革のうち、選挙制度改革とそれに伴う議員の身分制度の抜本的な改革について述べていきたいというふうに考えております。その中でも今回は衆議院の選挙制度改革について述べていきたいというふうに思っております。現在はこの衆議院はですね、小選挙区比例代表の並立制が取られておりますけれど、我々はそれに代わってイタリアでかつて取られており、今ギリシャで採用されているプレミアム付き比例代表制の導入を主張しております。このプレミアム付き比例代表制というのはですね、比例代表選挙におきまして比較第1ブロックとなった政党ブロックに一定の得票率ですねが満たされた場合、例えば得票率の 40% 以上といったような場合にはですね、議会の議席の過半数以上を保障するというものでございます。で、 40% っていうのは低いんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれど、実際に小選挙区においてですね、得票率が 40% 以上だった場合はですね、まあ6割以上の議席を獲得できているというのが、これまでの日本やイギリスにおける選挙の結果であるというふうに言えるわけです。なので、このプレミアム付き比例代表制を導入することによって民意が歪められるというわけではないわけです。プレミアム付き比例代表制が良いところは、第2党以下につきましてもより小選挙区より少数派の声を反映しやすいという利点がありますと、一方を比較第1ブロックに議席の過半数を与えることにより権力の安定、政権の安定というのが保障されるという点があるわけです。我々はですね、もう少しその改善するということを考えておりますが、この制度というのはより良い民意の反映になるというふうに考えております。どうか我々社会民主進歩党の選挙制度改革についての方針にご理解とご支援いただけるようよろしくお願いします。